今日は知能線とは前編です。知能線とは知能線の向き、知能線の長さをやりたいと思います。資料のある方はこちらの手相2を開けてください。まず知能線とはを読み上げたいと思います。その方の知能を表します。その方の考えや思考がわかります。主に知能線では仕事の適性や脳の発達を読みます。この時右手の知能線と左手の知能線の違いがないかをよくチェックしましょう。右手、社会に出て仕事をする場合の適性。左手、自宅開業などで仕事をする適性の違いがあります。違いのある方へのアドバイスとしては、社会ではこういった職業、自宅開業および自営業ではこんな職業向きです、そしてあなたは2つ掛け持つ可能性がありますなどという読みとなりますと書いてあります。はい、知能線書いてみましょう。ここですね。上に生えてるのが感情線、2番目が知能線、次が生命線です、ね、ここが感情線で1番感情線、2番知能線、3番生命線です。今日はこの2番、この2番をやりたいと思います。知能線の向きいきたいと思います。上向きと下向きがあります。で、知能線の幅というのはこの知能線のここからだいたいこの辺までの振れ幅があります。上向きといってもこんな方は珍しいので、覚え方としてはここが上目だと覚えてください。そして覚え方としてもう一つあるのが、自分の知能線の向きはどのぐらいなのかというところを自分で分かっておく必要があります。例えば私はこれ上目なんです。分かりますか？知能線どれでしょうか？これですよね。これを上目というふうに読むコツは、ここの感情線と知能線のこの幅が平行であるということが大事なんです。平行であれば上目です。はい、覚えましたか？で、これは生命線ですから間違えないようにしてください。で、下目の人っていうのはこの生命線にものすごく近くなります。こんな感じです。すごく下目になってます。なので上向きと下向き、ね、で、ちょうど中間というのもありますので、これがちょうど中間になります。で、中間の人というのは次のページに書いてあるんですけれども、ちょうど中間の人、1番と2番と3番、知能線の向きの2番の人ですよ。ちょうど中間の2番の方は、世間体で物事を考えるタイプで、自己主張を自分で制御してしまう。何でも右向け右ですねに揃えていけば出ない杭は打たれないだろうという思考の方です。仕事は事務作業、総務、営業などに向きます。なので普通ですって言わないようにしてください。で、一般的な考えですっていうのもいいですし、あとは世間体をよくご存知な方なので、相談役にはぴったりなんですよねっていうふうに盛り上げていきましょう。はい、じゃあ1番目、ここの方、はい、私ですね、上向きの方です。上向きの方は堅実に仕事をこなしますので、きちっとした仕事がおすすめです。事務全般、数字に強く銀行員や建築家、教師などが向きます、ね、きちっとしてる。で、そして与えられた仕事はしっかりやる方ということになりますので、もし手相を学んで
おられる人事の方はこういったタイプの方を、私は推薦いたします。はい、じゃあ3番はどのような人なのかということですね。下向きの方、うちの娘です。創造性を生かした職業やロマンチックな職場、可愛い制服が支給される職場、職業、もしくはクリエイティブ関係、芸術家、文才が加われば作家もおすすめです。ファンタジーランドとかね、ディズニーランドで働いてますっていう方はもう確実にこんなタイプの知能線をお持ちですね。ロマンチストな思考の方なんです。で、私の娘もよく SF 映画とかも好きですし、あとハリーポッター系がすごく好きなので、創造性があるものが好きです。あと物事を説明するときにはちょっと大げさに言ってあげると頭に入りやすいと思います。堅実的な方にこんな感じなんですよっていうとすごく冷めた目で見られますが、この3番の方の知能線の方、はい、下向きの知能線の方にはこういうことがあるんだよとか、ね、こういう特典があるんですよという、ちょっとこうジャパネット高田風に言うと、あ、それはいいかも、じゃあ買いますっていう風に、物も売れやすいかと思います。で、2番の方はすごく世間体が重視なので、みんな持ってますとか、みんな買ってます、まあ、一般的にはこういう感じですねという言葉に弱い、はい、これは営業とか物を売る商売の方はぜひ覚えていただきたいと思います。次は知能線の長さいきますね。これ小指です。小指の下の中心を見つけて、手首の中心を見つけて、タタ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 タ、はい、このラインが標準です。なので知能線がここまでの方は短い、ここにちょうどの方はちょうど、でこれより長い方は長いという風になります。じゃあ短い方、ちょうどの方、長い方という風に分けて説明いたします。その前に私の知能線はどっちでしょう。長いです、はい、でこことここの中間ですよね。たたたたたた、はい、明らかに出てます。はい、読み上げます。短い方、パパッと行動、短期で結果を急ぎます。とりあえず短期です、ね、2回言いました。大事なことは2回言いますよ。短期です、短期です。はい、標準の方、ぴったりの方ですね。周りに合わせて行動する方です。世間体を常に考えて行動します。普通です、はい、普通です。ただ普通とは言わずに、周りに合わせて行動できる方ですねというふうにちょっと盛り上げていきましょう。先ほどのですね、向きが標準の方で2番の方で、長さも2番の方、あら大変、全部オール3の方ですね。はい、こういう方もね必要なんですよ。はい、長い、よく考えて行動する方です。失敗がない分腰が重いので、なかなか行動に移さない方です。気長です、気長です、気長です。私すごく気長です。で、気長すぎてチャンスを逃したことは何回もあります。まあ、それは恋愛系にも言えることですね。きっとこうなるだろうと言いながら早何年っていうのがよくありますね。ただよく考えて行動する方なので失敗がないんですね、あまりね。いいのか悪いのかっていうと、私の人生的に、まあ、よく考えた方が損は少ないかと思います。ただ一番の方の方が、ね、当たって砕けろタイプなので、まあ、大富豪と結婚できたりするかもしれないですよね。怖さを知らないわけですからね。よく考えないでパパ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 、あ、この人から告白された、付き合ってみようって言ったら、アラブの石油王だったりとかね、借金まみれの人だったり、まあ、それは運ですからね、はい、巡り合わせは運ですから、運が良かったんでしょうね、はい、私はなかなか運にはあまり恵まれてない方なので、まあ、そういった人生になりやすいんですが、まあ、一つ一つの問題を長く
考えることによって、私はこの研究というあのテーマですね、自分のテーマを与えられたような気がします。なので物事を長く考えられるようなあの職業に就くわけですね。私はあの数学というものがすごく苦手でした。それはですね、式を覚えれば簡単にすぐできるというあの簡単さが嫌いだったわけですね。文章を読んで常に深読みしてしまう、そしてずっと考え込んでしまうので、テストの時間が終わってしまうわけですね。なのでこういうお子さんがいらっしゃる方は、数学は体感的に覚えさせて、考える力を伸ばすような何かあの文章問題とか、そういったことをさせてあげてください。常にその長く考えてしまうところが悪いことではなく、周りに合わせる時と自分の特技を使い分ければいいわけですね。私はそれがなかなかできずに、宿題もせず勉強もせずここまで来てしまったので、できれば皆さんのお子様に生かしていただければと思います。では、今日はねこの辺で終わりにします。次回は後編、知能線の状態、知能線の形、知能線の流年という風になります。はい、ではありがとうございました。